この日僕は心霊現象を撮影するためとある事故物件に行きました。もしかしたらこの動画はすぐに削除するかもしれません。その理由は、知り合いの不動産屋に交渉してもらったのですが、撮影の許可はおりませんでした。どうやら物件所有者は頑なに撮影を拒んでいたそうで、撮影をしてはいけない理由は教えてくれませんでした。お邪魔します。うわ、何やろ、ちょっと空気が重たいな。事故物件です。天神が一事故物件だからといって必ず心霊現象が起こるわけではありません。心霊 YouTuber が一番恐れていることとは、何も心霊現象が起こらず撮影した映像がお蔵入りになることです。理由がありましてね、何か心霊現象が起こることを期待してライブ配信をすることにしました。ライブ配信初心者かと。はい。なるほどね。ちょっと待ってね。そう、なんでここでちょっと長居できひんかっていうのは、実はこの日、限られた時間の中で心霊現象を撮影する必要がありました。そう、長居できない。そう、皆さん、皆さん安心してください。はい、
の撮影許可取れてませんとか、はい、あのご安心ください皆さん、ここで撮影する許可は、いただいておりませんはい、無許可ライブ配信を始めて数分後のことでした。こんばんは。本物の事故物件なんですよ、はい、嘘じゃないですよ、はい、これ何がここ、このマンション、まあマンションの 2LDK なんですけど、ぬいぐるみとか日本人形でもいい、どうでしょう。ウーバーイーツ頼んでるの忘れてました。はい。今日何も食べてない。この時、画面の向こう側の視聴者さんたちはきっと腹を抱えて笑っていたと思います。ちょっとごめんなさい。気を取り直して、簡単にルームツアーしておしまいにします。今日時間がないんで。
住んでないんですよ、今現在。はい、これ見ての通りね、住んでないんですよ。まあ、ただ一体じゃあ何に使われてるのかっていうね、今一応ね、この約2000人くらいの視聴者さんが事故物件での無許可ライブ配信を見守る中、はい、この後やらせと疑われるレベルの心霊現象が起きました、はい、うん、まあいわゆる住めなくなったっていう話。そう民泊、そう、ルームツアー中にそれは起こりました。今から住める感じ。あ、岡山さん、ウーバーでなんかお飲みありがとうございます。おお、待って、はい、ちょっと待って始まってる。ちょっと待って、嘘やろ、何の音。突然部屋中に鳴り響くラップ音。その音はあまりにも大きく、もしかしたらこの時幽霊に威嚇されてたのかもしれません。は？え、ウーバーまた、え、マジ、バイビッグマックとバイフィレオフィッシュ、マクドのハンバーガーが爆発するわけもないし、シャカチキ、この部屋に何か音が出るようなものはなかったと思います。はマジで今何の音やった。うせろ、絶対始まってるよ。どうしよう、ルームツアー。この時視聴者さんはある異変に気がついていました。部屋の電気つけないよって。いや、電気つけたら幽霊どっか行ってまうからさ。え、何、なんかないよな。ちょっと待って。ないよな、何も。いや、ちょっと待って。いや、始まってるからさ。ちょっと、ごめんなさい。なんか、めっちゃ嫌な予感するからさ、一旦これでライブ配信終わります。え、何何、は、過去に言われてる、は、嘘つけ、始まってるわ。ちょっと始まってるから、すいません、この辺でライブ終わります、はい、何か嫌な予感とともに、もしかしたらすごい心霊現象が取れる気がして、無許可ライブ配信をここで終わらせた。それでは良い週末を。さよなら、バイバイ。すごい。とりあえずここで一体何があったかっていうのを、説明していきたいと思います。
知り合いの不動産屋さんはここに住んでた家族と親しく、個人を特定されない範囲でいろいろ教えてくれました。この部屋では過去に飛び降りがあり、その時飛び降りた当時高校生だった女の子は頭部を強く打ち、ほぼ即死だったそうです。遺書などは見つかっておらず、学校でいじめもなく、する原因が何だったのか未だにわからないそうです。する直前の娘の挙動があまりにも不自然だったそうで、普通に夕飯を食べてると思ったら急に立ち上がり、そのまま吸い込まれるように窓を開けてベランダから落ちたそうです。その家族はこのマンションを分譲で購入していることや、今は売りに出してるけどずっと買い手が見つからないことなど、いろんな話を聞きました。そして不動産屋さんが一瞬何かを言いかけて話をやめたことに気づいた僕は、しつこく尋ねると最後にこう言いました。この部屋は現在外国人旅行客の宿泊場所などに利用されていて、宿泊予約サイトのレビューには目を疑うような書き込みがいくつもありました。一番多く書かれていたのは、誰かに見られている感じがして眠れなかった。全然嫌な感じしないですけどね。一人、次に多かったのは、部屋の中からずっと足音がする。なんか足音がするって。ああ、そっか。ちょっと鏡を見ると、洗面所のやりたくなってしまうんです。蛇口の水が濁っていた。今日は時間がないんでやめておきましょう。ここで、うわ、あ、全然大丈夫。レビューには書かれてなかったけど、僕が気になったのは、どういうこと？何このシミ？は？床にブラックライトを当てると謎のシミがいくつも出てきました。え、なんかこれマジなんちゃう？事件の香りがプンプンする痕跡を偶然発見してしまったけれど、ちょっとまだ心霊現象を撮影できてないことに僕は焦りを感じ始めていました。どうしよう。今日持ってきました。はい。やっぱりここが事故物件ということなんで、何か引き寄せたらいいなと。思いましてね。ああ、どうなんやろう。よいしょ。あ、やばいね。バッテリーが。
なんか寄ってきてる感じするな。なんやろ、なんか引き寄せてるこの子が、そんな感じがする。この動画が YouTube に公開されてるということは、きっと何かが撮れてたんでしょうけれども、今のところお蔵入りレベルかもしれへん。どうしようか。このままではまたお蔵入りになってしまう。幽霊さん、いるなら早く出てきてくださいと何度も何度も心の中でつぶやき、いるかもしれんな。こうなったらもうあれをやるしかないと僕は覚悟を決めました。ちょっとじゃあ真っ暗闇検証行くで、それで終わろう。よし、それではまず前のライトを切ります。ここか、このライト切ります。そして前のライトを切ります。うわマジか、完全に真っ暗になってもだ、完全に真っ暗今。やばい、うわっ、びっくりした、なんか音したよ今。いや完全に真っ暗、ちょっと待って、真っ暗にした途端めっちゃ音するやん。いやマジでむちゃくちゃ怖なってきた。どうしよう。いや、むっちゃ気になるな、なんか背後からなんかひょっこり出て、うおー、びっくりした、びっくりした、はっ、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。
失礼いたします。やばい。退出する時間になってしまいました。ちょっと帰ります。マジマジか、やばいやばいやばい。よかったら第2弾やろうかな。マジか。あー、なんか寄ってきてる感じするな。寄せてるこの子が。